昆虫軍代表、水中のヒットマン、コウイムシ。じゃあこのゴイムシの特徴はどんな？はい、やっぱりあの、はい、タガメと同じ肉食性で、ただちっちゃいですね、はい、タガメ。なるほど、はい、小型のタガメって感じですね。はい、ミニタガメって感じですかね。はい、はい、ドコムス軍代表、サソリ界の小さな殺し屋、イールスコーピオン。さあそしてこのサソリですが、はい、あ、気性がすっごい激しく毒が強いですよ。そうなんですか。はい、はい、かなり凶暴な感じですね。かなりやりますね。はいはい。さあゴイムシはどういった戦法でいけばいいんでしょうね。まあ本来はね、水中の中でメダカとか捕らえてるあれですから、はい、でもね、タガメが陸上でね、はい、やっぱりサソリに勝ったこともありますんで。なるほど。そう考えるとお互いミニチュア版になったもの同士の、はい、あでも結構、はい、このディールスコーピオンは毒も強くて希少。あ、もういきなり、いきなりですね、刺さりましたね。あ、刺さりましたか。あ、これは効いてるような感じがしました。あ、刺さりました。また あ、これ完全に入ってますね。あれ、ねじ込んでますね。すごいですね、これは。あ、すごいすごい。うわ、これはしっかり押さえ込んで すごいですね、挟んで。あの、あれ隙間なんですかね、あれは。うわ、甲羅の上から、甲羅の上からもう突き刺してますね。いやこれはすごい。うわちょっと、あ、今度はね、ちょっと腹部の方の裏側の、あれ恐ろしいですね。刺し放題といった感じです。はい、探りねじ込むって感じですか。そうですね、何もできないですね、コウイムシ。もう毒効いてるんじゃないですか。ほとんど動きません。効いてますね。いやこれはちょっと何もできないですね。そうですね、もう毒回っちゃったような感じですね。まあ、びくともしません。はい、コウイムシ戦闘不能。いや一方的な勝利でしたね。ですね。もう逃げる一方なんですが、ハサミでガッチリ掴んでね、はい、はい、もう毒がどんどん回ってきたっていう噂通りの殺し屋ですね。殺し屋ですね。いやでもね、そんなに柔らかくないと思うんですよね、あのコウイムシの背中も。突き刺してしまうんですね。はい、はい、やっぱりね、かなり戦闘能力がありますね。そうですね、何もできませんでした。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。